その日は社宅の管理会合の後、島津専務の奥様に呼び止められて。へえ、会員制のフィットネスクラブですか。ほら、私たち主婦ってどうしても運動不足になりがちじゃない。だから主人に言って会社の空いてるテナントを利用してね。会員制といっても社員の奥様方限定のコミュニティという意味で、営利目的ではないから会費も実費のみで OK よ。言うなればサークル的なノリって感じかしら。どう？高村さんも私たちと一緒に参加してみない？インストラクターもちゃんと資格を持った体育大の学生さんで、イケメン揃いだし楽しいわよ、とっても。はあ、そんなことしてんだ専務の奥さん。一応保留にさせてもらってきたけど、いいわよね。特に断る理由もないし。俺からはそれだけだ。ああ、おやすみ。何よ、人ごとみたいな言い方して。ま、最近お腹周りも気になり始めてきてたとこだし。私だってまだまだ磨けばそれなりに光るんだから。いらっしゃい高村さん、来てくれて嬉しいわ。お言葉に甘えてお世話になります。ええ、歓迎するわ。大丈夫、あなたもきっとハマるわよ。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン。こんなに体動かすの久しぶり。ダンスやってた学生時代を思い出すな。お疲れ様、高村さん。やっぱり運動経験者は違うわね。いえ、そんな。けど、楽しくやっていけそうな気がします。そう、よかったわ。でもまだ終わりじゃなくてよ。むしろ本番はこれから。大学の部室で日課の筋トレをこなしていると、先輩から声をかけられて、インストラクターのバイトを勧められた。ミューズの泉、あそこか。あなたが面接希望の学生さんね。はじめまして、当クラブオーナーの島津です。細谷くんから話は聞いてるわ。見るからにセレブなマダムって感じの人だな。しかもめっちゃいい匂いするし、フェロモン系の香水ってやつか。なるほど、それじゃあすでにインストラクターの経験はありってことね。経歴に関しては申し分なしと。じゃあこちらからもいくつか質問させてもらうわね。今日から入る新しいインストラクターさんです。自己紹介してもらいましょう。はじめまして、本田純です。僕も今日からこちらで皆さんと仲良くやっていきたいと思ってますんで。